どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は通算350日目のロビンボーナスということで、ドン5個届きました。そして金曜日なので28個届きましたということで、魔法石は計38個まで貯まりました。なので、こちらですね、無料配布38個なんですけど、学園ガチャ引いていきたいと思います。いや、まだまだね、持ってないキャラ多いんですよ。今こんな感じなんですけど、バレリアだけ交換して、まあ、あとロッタロッタは奇跡的に引けたりとかあるんですけど、まあまだ大丈夫そうじゃん。そのスサノオは4体いて、スサノオ本当やめてくれって感じで、まあ金玉5ももう大丈夫ですっていう感じなんですけど、それ以外のキャラ全く引けてないので、まあもうちょっと行こうかなと。ただね、今日ね、絶対今この動画撮ってるのが2時ぐらいなんですけど、絶対夕方にね、明日からゴッドフェス開催しますとか、次のコラボこれですとか、まあコラボの話は関係ないんですけど、まあ明日からゴッドフェスやると思うんだよな。あの新フェス限2体が入ったやつとか、あとキヨとかのパワーアップも来るじゃないですか。そう、あの辺が入るゴッドフェスがね、多分来ると思うんですけど、言うて石10個のガチャになって、しかも3回しか引けないとなると、でそれがね、たった3回でその新フェス限とか欲しいフェス限が出るかって言われたらそうでもないし、で言うと回数引けるこっちのガチャの方が個人的には引きたいかなと思って、新学期ガチャ3回目かな、回すのは、引いていきたいと思います。よろしくお願いします。行きましょう。頼む、オロチが欲しい。オロチ、金は大丈夫だ、ルミエルは大丈夫だ。3体目っすね。まあね、そのゴッドフェスもまあ結局、学園ガチャも結局一緒なんですけどね、かぶってしまったら、当たらなかったら、これだ。そうなんだよね、ダイヤでも不動明王かスサノオ、それがこの学園ガチャ。ただまあ不動明王はまだ2体か、まあまだまだセーフということで OK です。まあこれ武器複数あってもいいかもしれないし、ね、結構そのコラボ気にしてやってるとバインド耐性とこの耐性ね、貴重なんで。あと5回、いや全部いくかは悩むね。星7とか星8とか星9出たら終わってもいいけど、出なそう。サスケは、あ、2体目か、これギリセーフっすね。武器じゃあ1作りましょう。いや10個残したいね。そしたら残せれば学園、ゴッドフェスか、1回引ける。これだ、おー、あとこれね、はいはいはい。まあ初ゲットなんで、まあ武器、いや本体かな、ダブルドラゴンキラー貴重なんで、まあ後で考えましょう。これラストにしたいな。これで星7以上来い。これラストにしたい、したい気持ち、気持ちで勝とう。おー、なるほどね。まあこれはじゃあいいかな、もう一旦これ落ち着こうか。これ武器優秀なんですよね、クライミさんのお邪魔の L。 これ今僕キパを、まあ、学園バリア交換したっていうのもあるんで、キパでねいい感じの組もうと思ってるから、ありっすね、ありっすね。ここで止まろう、ガチャよく封印ズン。やるじゃないか。まあガチャ欲は封印しましたが、交換所にオロチいるんですよ。でこれほとんどの方にお勧めしたいんですけど、オロチね、あの弾が安いんですよ、お得なんですよ。なんでこれは結構ね、いっちゃっていいと思う。特にこの辺の星6フェス限使ってなくてボックスに眠ってる方、まあ、僕の場合で言うとスクルドもう1体いるからいいかなっていうのと、まあオーディンもね、これもらったやつかな、
あの赤オーディンと青オーディンのラインナップと出てくるのがぐちゃぐちゃになってて、で後で赤オーディン引いてた人に青オーディンがメールで届いたっていうのがあったんですけど、それで2体持ってたのもあって、どうした？であとヨグもね、まあ1いればいいでしょうと、でティフォンもまあ1いればいいでしょうという感じで、これでオロチ行きたいと思います。もう準備済みでした。まあどうせ引けないだろうっていうのがあったんでね、はい、オロチ行きたいと思います。これはマジでねおすすめっすよ。進化前竜とガドブレもあって、でこのスキブプラスの威嚇の進化後で言うと HP 高くて威嚇ので、武器はねもうだいぶ話題ですけど、あの火のシェリングホードの武器の代用みたいなね、スキブと耐性と4体格っす。これは使えるよ、どの形態でもどっかしら使えるよということで行きたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。いや交換2回もしちゃったな、バレリアとオロチ。バレリアはちょっとね強かったからね、パワーアップ5の性能が、交換したのはパワーアップ前なんですけど、5の性能がやばいからねこれね。まあ長く使っていけるんじゃないかなと思いますよ。でさっきゲットしたオロチも含めて学園キャラがこんな感じ。ちょっとせっかくなんでこの動画の中でね、学生証を買うところまで行きましょう。今回で言うとオロチ、ヨグ、あとサスケか、そこも武器化したいっていうのがあるので3つ買おうか。はい、1、2、3、もう1個なんか持っとこうそんな感じで、まあこれが限界かな、限界かなと思います。学園はここで終わり、絶対終わり、これ以上引かない。あとはゴッドフェスだったり、まあ、次のジューンブライドに向けて石貯めたりとか、そんな感じにしていきたいなと思います。バレリアの動画に関しては週末出そうと思っておりますので、ぜひそちらも合わせて見ていただけたら、引き続きシゲドラを応援していただけたらと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。スドロップ。